将棋の第81期名人戦七番勝負は5月31日、渡辺明名人と藤井聡太竜王が第5局の対局を行っている。挑戦者の藤井聡太竜王は、28日に行われた叡王戦5番勝負で2回の千日手指し直しの大激闘の末にタイトル防衛を達成。中2日で本局を迎えており、やや疲れ気味の表情を見せる場面も。視聴者からは、眠そうた、竜王疲れてるよな、と心配の声が寄せられていた。六冠を保持し、現在名人戦に挑戦中の藤井聡太竜王は、年間を通してタイトル戦で国内各地を飛び回るハードスケジュールをこなしている。その中でも、5、6月は持ち時間も対戦相手のタイプも全く異なる名人戦7番勝負と叡王戦5番勝負を同時並行して戦うとあり、20歳の若き絶対王者にとっても決してたやすいものではないようだ。28日に決着した第8期叡王戦5番勝負は、振り飛車党の絶対的エース、菅井竜也八段、31、との第4局が2回の千日手指し直しの大激闘に。藤井聡太竜王は3勝1敗で防衛、3連覇を果たし六冠を堅守したものの、大変な将棋が多かったシリーズだった、と素直な感想を口にしていた。そんな、死闘からわずか中2日で迎えた本局は、藤井聡太竜王にとって七冠と最年少名人獲得がかかる大一番。3勝1敗でダッシュに王手をかけているものの、谷川浩司17世名人が保持する21歳2ヶ月の最年少記録を更新するためには、今期がラストチャンスとなっている。しかし、昼食休憩明けには深い前傾姿勢で頭を下げ、ややお疲れの表情を見せる場面もあった。一週間の中で遠征を含む大勝負2局という超人的スケジュールをこなす藤井聡太竜王とあり、アベマの視聴者からは、眠そうた、疲れはあるだろうね、眠いよね、あくびしてる、竜王疲れてるよな、お疲れですよね、との心配の声が上がるとともに、聡太先生にパワーを、頑張れ、と熱い応援も寄せられていた。渡辺明名人、陣形に工夫見せる将棋名人戦第5局。渡辺明名人に藤井聡太竜王が挑戦している第81期将棋名人戦7番勝負第5局が31日、山田温泉、緑火山宿、緑火山宿、藤井聡太荘で始まった。同じく渡辺明名人が先手だった第3局とよく似た出だしでスタート。第3局で勝った渡辺明名人が、すでに、その将棋とは異なる陣形に組む工夫も見せている。4月に開幕した7番勝負は佳境を迎えた。ここまで渡辺明名人1勝、藤井聡太竜王3勝。第5局の舞台、藤井聡太荘は山田温泉の旅館。2年前、2021年5月19、20の両日に第79期名人戦第4局が指され、渡辺明名人が挑戦者の斉藤慎太郎八段に勝利し、3勝目を挙げ、初防衛にあと1勝と迫った。30日の対局室見分後の主催式者によるインタビューで渡辺明名人は、前回の名人戦で山田温泉は初めて知り、すごく良い場所でファンになった。数年前に家族旅行で訪れたことがあると明かした藤井聡太竜王も、涼しく、緑が鮮やかで、素晴らしいところ。作戦を選びやすいとされる先手番は、この第5局は渡辺明名人。事前準備の巧みさに定評がある渡辺明名人の作戦選択が注目されていた。名人戦第5局昼食は渡辺明名人が握り寿司、藤井聡太王将は信州ポークカツカレー。将棋の第81期名人戦7番勝負は31日午前9時、長野県高山村の緑火山宿、藤井聡太荘で第5局が始まった。渡辺明名人に藤井聡太王将が挑む今シリーズは藤井聡太が3勝1敗とタイトルダッシュに王手をかけて今局を迎えた。先手の渡辺明は初手で角道を開け、藤井聡太は飛車先の歩を突いた。序盤はじっくりと進み、戦型は矢倉となった。持ち時間は将棋界最長の各9時間、ストップウォッチ計測。31日は午後6時30分に差し掛けとなり、6月1日午前9時に再開する。終局は同日夜になる見込み。渡辺明は名人戦3連覇中で、今回防衛すれば4期獲得となり、永世名人資格獲得まで一気に迫る。藤井聡太がダッシュすれば谷川浩司17世名人の持つ史上最年少名人記録、21歳2ヶ月イコール1983年を塗り替えると同時に、羽生善治九段の持つ史上最年少七冠記録、25歳5ヶ月イコール96年も大きく更新する。
午前のおやつは渡辺明名人がローズクレイやさくらんぼと白ワインのムースケーキと高山村産富士 100% リンゴジュース、藤井聡太王将は一万石あんずジャムとバタークリームのふわふわ無添加ブッセとアイスコーヒー、昼食は渡辺明名人が握り寿司多めサビ抜きセットのかけそばとデザートは抜き、藤井聡太王将は信州ポークカツカレー、午後のおやつは渡辺明名人がレモンのオペラ、爽やかな酸味のあるレモンケーキとアイスコーヒー、藤井聡太王将がレモンのオペラ、爽やかな酸味のあるレモンケーキと林農園絞ったままのぶどうジュース。